はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です、今日は、池田瑠美さんで、って言ってたなあのポニーテールのアレンジをちょっと作ってみたんですけど、で今日使ったのがこのインスタマジックっていうこのストレートアイロン、ちょっとなんかゴムになってるんですけど、まあゴムになるとまあ滑り止めだったりとか、髪の毛をこうテンションでちょっとこうダメージとかもちょっと抑えてくれる感じで、まあ波ウェーブだったりとかちょっとしやすいかなと思うんですけど、これを使って今日は、簡単なポニーテールを作りました。ちょっと後ろ見てもらって、まあ、あのゴムと、ゴム2本使って、簡単にまとめた、動きのあるポニーテールにしたんですけど、で毛先の部分は波ウェーブと普通にストレートアイロンでカールを作ってます。で結構簡単に仕上がる、アレンジなんで、よかったら参考にしてみてください。では始めていきます。じゃあまず、サイドの髪の毛を分け取っておきます。だいたい耳から前の髪の毛を下ろしといて、それを両サイド分けておきます。で後ろの髪の毛をだいたい後頭部あたりぐらいで、このあたりぐらいで髪の毛をまとめて、ここでシリコンのゴムを結びます。でここのゴムの部分を少し押さえながら、ちょっとこの辺りの部分のボリュームを出すので、だいたいまあ3ミリぐらいの束感をちょっとだけ出します。で間隔は指1本分ぐらい外した感覚で出していきます。で全体的にゴムがあったら、ここも全体的に横の部分とこの襟足の部分も同様に指1本分だけ出していきます。で次にサイドの髪の毛、まあ、遅れ毛ある方はそのまま下ろしておいてもらって、この髪の毛を少しこうねじりながら後ろに持っていきます。でゴムのところの上の部分でまずダッカールで一回仮で、で反対サイドの髪の毛もこうねじりながら後ろに持ってきて交差させますね。右と左を交差させた状態でまとめてダッカールを外します。でまとめた髪の毛を全体こうポニーテールとサイドの髪の毛を全部一緒になじませます。でなじましたところで、まあ、この交差したところの、まあ、下の部分ですね、この辺りぐらいでまたゴムを結びます。でこのゴムの部分を押さえながら、このサイドのこのねじってきた髪の毛を、まあ、さっきと同様なんですけど、これ2ミリぐらいの幅で若干こうボリュームを出します。こうゴムの部分からこうサイドに向かって少しずつ出していくと綺麗に結構出てきやすいんで出します。で反対側、こっち側も同様で、ここの部分を押さえながら2ミリぐらいの間隔でちょっと出していきます。であんまりここの部分を出しすぎると、バランスがちょっと崩れちゃうので、このサイドの側面の部分はそこまで出さないで、後ろのこのバックサイドって言われている耳から後ろらへんを中心にしっかりと出していきます。じゃあ次はこのインスタマジックっていうのストレートアイロン、ちょっとこうゴムになってるんで結構滑り止めだったりとか、あるんで波ウェーブに結構適してるアイロンかなと思って、ちょっとこれは今日使っていきます。で表面の部分を軽く取って波ウェーブを作っていくんですけど、まずこう山に持ってきて、次は
こうへこます谷にしてきて滑らしながら最後もう一回山で作っていきます。で表面の部分また取って山と谷を作って滑らしながらやっていきます。こっちの部分も同様に中の部分は、まあ、波ウェーブでももちろんいいんですけどちょっと毛先をカールつけるぐらいの感覚でやってもらってもいいかなと思うんで一応そういうのもこう交互に入れながらカールを作っていきます。この辺の部分とかワンカールでこうカールを入れながらとかやっぱ交互に作っていくとちょっとそれなりに可愛く仕上がってくれるかなと思うんで全部波ウェーブにすると結構大変なんでそういうカールを使いながら作っていくと簡単に仕上がります。でサイドの遅れ毛の部分も自然にカールをつけます。逆サイドの部分もカールを簡単につけます。でさっきと同様こう毛束をこう髪の毛手でなじませるというかこう滑らしてやると全体的にツヤが出てくるんでそれで束感をきれいに出してで結構もう一日持たしたいなという方はこの毛先をこう滑らして手でなじました状態でスプレーつけてあげると結構一日持ったりとかするんでよかったら試してみてください。